って今ほら10人やってるから私たちもね、私さSilent night, oh, night.
くて震えていました。空から雪が落ちてきました。あったかそうだな、僕も暖炉の火に当たりたい。窓の中から真っ白な猫が言いました。まあ汚い猫、ここは私のお家よ、あっちへ行って。お腹が空いたな、なんていい匂い。こらこら、シシ、ここにはお前にやりたいものはないぞ。ネズミとピョンピョンガエルと早足ウサギとおしゃれギツネと灰色オオカミと牙持ちイノシシ、あなたは？おおおお、のっそりグマだ。わしも入れてくれ。とんでもない満員です。いや、どうしても入るよ。仕方がない、でもほんの端っこにしてくださいよ。これで7匹になりました。手袋は今にも弾けそうです。さて、森を歩いていたおじいさんは手袋が片方ないのに気がつきました。早速探しにかけていくと、探しに戻りました。子犬が先にかけていきました。どんどんかけていくと手袋が落ちていました。手袋はムクムク動いています。子犬はワンワンワンと吠え立てました。みんなはびっくりして手袋から這い出すと森のあちこちへ逃げていきました。そこへおじいさんがやってきて手袋を拾いました。終わり。ジュゲム、川端誠。ジュゲム、人の名前といいますものはそれぞれ親の思いが込められておりまして、いざつける時になりますとそれはいろいろなことを考えるもので、この家でも男の子が生まれまして、お前さん、まだいい名前が思いつかないのかい？お前だって考えてくれよ、俺にばかり言わないで。どうだろう、お寺の和尚さんに相談したら、そうだ、それがいい。てんで和尚さんに聞くことにいたしました。
こうしようか。じゃあ白いサボテンのやつとか言ってサボテンの花だけ。Oh, no.